前を上げて、さあ
一回深呼吸をして落ち着こう。さあ前を上げて、危ない危ない、だが大丈夫、自転車を後ろを蹴りながら、イエーイ、ハンドル一回転。さあそしてイエーイ、ボディバランス流す流す、まだ耐える耐える、オッケーオッケー。さあ皆さん、藤井選手の自転車に注目。いきなりブレーキがついていない競技専用の自転車に変えてきた。さあ藤井選手が後ろへじわじわ流す、そして前を上げてワンハンド。さあそこからイエー、両ハンド拍手、そしてハンドルをくるくる回すぜ回すぜ、決まった拍手。これが聖地、これが富士、もう一発いってみよう。イエー、サブロック360度ジャンプ回転、まだ行く、後ろを上げて両足も離す、かなり難易度が高い。さあ OKOK、 さあ行ってみよう。さあちびっ子たち前の方に行ってみよう、イエーイ。さあどんどんギャラリーが増えてくる、これがチームリキッド BMX ショータイム。さあ今乗ってるライダーは福岡から来てくれたプロ A2。 さあこの 6×3m 狭いステージで自転車の前を上げてバランスを決めてくる、裏返し自転車やばいぜ。さあ足を使う、おっとっと危ない危ない危ない。さあもう一回、お客さんもう一回いいとこ見たくないですか、拍手で盛り上げようぜ。さあ足をつかずに技をやり遂げる、これが BMX の醍醐味。さあ自転車を OK、 次に期待しよう。さあこいつがリアルタフネス、真のタフネスの技を見せてもらおう、藤井誠一のライディング。さあ足を抜いて OK、そして自転車逆さま拍手、自転車逆さまで、いえまだ足はついていない。さあそしてここから徐々に徐々に、おっと危ない危ない、すいません、誰かオイル塗ったんですか大丈夫です、ただちょっと滑りやすい、このベニヤどうする、見たい人盛り上げていこうぜ、行こうぜ藤井誠一、終われないだろう。さあ自転車をまたいでぐいぐいと狭いステージ、ボディバランスのみで操る、これが BMX の匠、決めてきた拍手。さあ行ってみよう A2。 さあ前を上げてハンドルを2回転、イエス、 OK、 惜しい、もう1回行ってみよう。さあこの狭いステージでこれをやるのはかなりの、かなりの難易度だが、それをこいつは決めてくるぜ、アクション。さあ流す、オッケー、惜しい、次に期待しよう、やばいぜ、A2乗れてきてる。さあこいつは今日は本当は神戸で世界戦があった、だがそれを蹴ってクラクラ祭りに来てくれた藤井誠一チームディキット。さあ自転車をまたぐ、蹴る、またぎながら蹴る、まだ行く。さあ回す、行く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 、いえ後ろを映った、回す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 、やばいぜ、こいつがリアルダブルスアクション。さあそれではそろそろラスト、ラストトリックのお時間となります。
さあご来場の皆様、まだまだこのライダーたち鷹の爪牙を隠し持っております。もっともっとかっこいいとこ見たいと思う皆さん、大きな拍手で盛り上げようぜ。OK。 さあライダー、ラストトリック、とっておきのとっておきの秘蔵のトリックを見せてもらおう。さあ第3回秋のクラクラ祭りチームディケット、ラストライディングは江藤からアクション。さあ行ってみよう、ラストライディング後ろへ流して、さあ自転車を回す。おっと自転車をまだ回す。2回3回、スローなテンポから4、5回、惜しい。どうする、どうする。お客さん上手いんですよ、引っ張るんですよ彼。見たいと大きな拍手で盛り上げようぜ。さあ行こう。さあ1回、真のリアルタフです。ぜひラストライディング行ってみよう。さあ自転車をグイ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 とこの 6m×3m の狭いステージの上で追い出すぜ。大丈夫か、ぜひ行ってみよう。自転車をグリ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 回していく回していく。イエス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 。さあバックアップでぐるぐる回す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 、決めてくれたアクション。これが前期。おっと、もう一回まだ見せたい。さあでは見せてもらいましょう。後ろの皆さんよろしいですか、見えますか。前の方に来なくても大丈夫でしょうか。さあラスト藤井選手行ってみよう。さあ選手が最後に持ってくるのはどんなびっくり箱だ。前を上げて、さあこれはまさかあの技をかましてくるのか。自転車のペダルに乗って、危ない危ない、これはかなり難易度が高い。こんな場所では正直にできないような技をトライしている。さあ前を上げて、さあペダルの上に乗って、こぐ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 、回して回して、やばいぜ、切れてきた、アクション。これが正規、ありがとう。さあそれでは最後の最後、ラストパフォーマンスとしてこちらのステージ上でひととびというパフォーマンスを行いたいと思います。本日はこのひととびをするためにスペシャルゲストをお呼びしております。スペシャルゲストは有明海生まれのガタゴロー、アクション。さあガタゴローがやってきた。さあ乗りに乗ってるガタゴロー、かわいい、かわいいです皆さん。ただこのステージにこの巨大なゆるキャラが今から何をするかというと、ガタゴロをここに寝てもらって、その上をライダーがジャンプで飛び越えるという、そんな技を今回皆様に提供したいと思うんですが、ガタゴロガタゴロ、逃げちゃダメだよ、逃げちゃダメだよ、怖い、怖いらしいです。ガクブルでございます。ガクブルですが、今のゆるキャラ体を売らないと売れないんです。体を売らないと売れないんですよ、今のゆるキャラは。準備はよろしいでしょうか、ガタゴロ。大丈夫、頑張る方、大きな拍手。じゃあガタゴロ、寝てもらうのはこっちこっち。
皆様、なかなかゆるキャラがステージの上で寝転がる、そんなことは見たことがないでしょう。今ステージの上には有明海生まれ有明海育ちのガタゴロウが寝そべっております。その上をライダー藤井誠一が飛び越える、いや飛び越えられる、これはねかなり危ないですよ。大丈夫よろしいですか皆様。6メートルかけ3メートル狭いステージの上に有明ガタゴロと BMX ライダー藤井誠一が魂をかけた一飛び。さあガタゴロでは気をつけをしてもらおう。気をつけ、なんてなんて、さあガクプルでございます。体を売らないとゆるキャラ売れない時代でございます。さあ藤井誠一準備はいいか、 OK。 あとはお客さんの元気次第で飛べるか飛べないか決まっている。大きな手拍子でこの二人の曲芸盛り上げていきましょう。さあ藤井誠一スイッチに入る。危ないぞ。さあ大丈夫か、準備ができたら挙手をお願いだ。 OK。 さあ皆さん大きな拍手で盛り上げようぜ。ラストパフォーマンス、ひとたび藤井誠一行ってみよう。さあ来い、よいしょ、キラッタクシュー、イエイエイ。 OK。 おっとガタゴロいらない、お客さんを飛びたい、やめた方がいいですけど、お客さんが飛びたい。じゃあ肩頃ちょっと一回起きてもらって、で肩ちゃん今ね藤井プロがお客さんを飛びたいと、いやお客さんも巻き込みたいらしいんですよ、お祭り男なんで。さあそういうことです。お客様、お父さんでもお母さんでもおじいちゃんでもおばあちゃんでも子供でも構いません。あもういい、早速おった元気やね、二人おいで。お名前は、私は圭介。圭介くん大きな拍手を。お名前は、川主くんにも大きな拍手を。さあ2人のちびっこが出てきました。大丈夫でしょうか。さあ大丈夫か。ではガタゴロはこの前に、じゃあガタゴロここの前の方にね、ちびっこ二人この辺真ん中、じゃあ皆さんにこっち向いて座りましょう。はい、座って、はい、ゴロン前、後ろ。さあ皆さん見えますでしょうか、メインステージの上に子供が二人。でも気をつけ。さあこれはクラクラ祭り始まって以来の珍事件が勃発するか、それとも歴史的瞬間が生まれるか。さあ藤井誠一シャレになんないと大丈夫か。保護者の心拍数がバクバク上がっているが、藤井誠一大丈夫か。 OK、 じゃあお客さん大きな口で盛り上げようぜ。準備ができたら挙手をしてくれ。大丈夫か、準備は OK。 じゃあラストトリック、ひととび、子供二人を飛ぶことができたら大きな拍手をお願いだ。藤井誠一行ってみよう。さあ行け、ジャブ決まった、拍手ありがとう。 OK。 さあそれでは MC 乾物くんがお届けした愉快でコミカルなチームディキットによるショータイム、これにて終わります。ありがとうございました。ありがとう。
デグイットの皆さんでした。盛大な拍手をどうぞお送りください。ね、良い子のみんなが食い入るように見つめておりましたよ。でもね、道路ではね、やらないようにお願いしますよね。本当に素晴らしかったです。はい、野外ステージの方はまだ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 続きますよ。1時からラ・アレグリアによりますフラメンコのショー。14時からは、琉球国祭り太鼓佐賀支部によりますエイサー。15時より、再びラ・アレグリアの皆さんによりますフラメンコのショーと続きます。今しばらくお待ちくださいませ。